コルティナ・ダンペッツオリンピック男子回転表彰式。スティグ・ソロンダー、ザイラー、伊賀やチハルアントン・ザイラーは、オーストリアチロル州キッズビュール出身のスキー選手、俳優。姉のロージ・ザイラーもスポーツ選手であり1952年、オスローオリンピックの回転に出場している。2歳でスキーを始め、1947年からは、キッズビュールスキークラブに所属。 10代の頃から非凡な才能を発揮し、1952年冬、16歳で国際大会で初めて優勝した。フランスのモルジヌでは格好とアルペン複合、ムジェーブでは大回転とアルペン複合で優勝した。しかし練習中に足を骨折して1952、53、シーズンを棒に振った。満を持たして臨んだ1956年コルチナ。 ダンペッツオリンピックにて、アルペンスキー回転、大回転、格好の金メダルを獲得し初の三冠を達成した。この時の回転で、日本の現 IOC 副会長である伊賀谷千春が2位に入賞しており、日本でも名が知られるようになる。なお、この大会では、開会式において、オーストリア選手団の騎士を務めた。1957年のオーストリア選手権では、 回転、大回転、アルペン複合の3巻に輝き、翌1958年時刻で開催されたアルペンスキー世界選手権で格好、大回転、アルペン複合と3個の金メダルを獲得。しかしその爽やかな美男子ぶりを買われて1957年に映画に出演したためにアマチュア資格を問われ1960年。 スコーバレーオリンピックには出られないこととなり1958年のシーズン後22歳で引退を表明、本格的に俳優に転向し、並行して歌手活動も行った。日本の映画や CM にも出演したことがあり、1959年には11月25日から11月30日までの6日間に、渡って東京で開催されたドイツ映画祭と日本映画、 銀霊の王者出演のため、同11月14日、午後5時10分、東京国際空港議のノースウエスト航空機で、訪日。それから約5ヶ月間滞在し、1960年4月11日午後7時30分、羽田空港発の航空機で離日。他、1957年、1972年、1974年、1979年、 1998年の長野オリンピックでも訪日。一方で1972年から1976年までオーストリアナショナルチームの監督を務め、アルペン最強国家としてのオーストリアの地位を確固たるものとしている。また、非常に人望が厚く、国際大会でコーチ会議が紛糾した時に最終意見が求められることも多かった。 1985年には国際オリンピック委員会からオリンピック活動に大使オリンピック勲章が授与されている。また各地のスキー場、スキーコース設計に携わり、トニー・ザイラーが設計したスキーコースは日本にもあり、シャトレーゼリゾート、八ヶ岳や白山瀬女高原スキー場や安比高原スキー場がある。安比高原スキー場には彼の名前にちなんで、 ザイラーゲレンデというゲレンデがある。CM 出演としては、1980年代以末に JR 西日本のスキー列車、シュプール号の事例がある。また、2006年3月にも、長野県白馬村の白馬八方尾根スキー場で開催された第60回八方尾根リーゼンスラローム大会のゲストで訪日した。チロル州、キッズビュールでスキー学校を経営していたが、 2009年に脳腫瘍のためインスブルックで死去。73歳ボーありがとうございます。